兵士の配置が完了しました。ありがとう。これほど早く用意が整うとは正直驚きました。手回しが良かったですね、シェリー。そのせいでバルディアに着くのが遅れちゃったけどね。それに実際に手配をしたのはリアナだしね。そんな、シェリーさんが気がつかなければ私なんて何もできませんでした。どうやら姫も兵法というものが分かってきたようですね。もっと早くからこうあってくれれば私の苦労も。もう気すったら。どうやら帝国が来たみたいですね。準備につきましょう。さあもう一息でレイガルドに着くわよ。ダングリッサーを皇帝陛下に渡せば今回の任務はひとまず終了だ。あとは我々帝国に反抗する国々を平定するのみ。そうすれば大陸中の戦乱もなくなるんだね。そうだな。たとえ武力による統一でも今の戦乱の時代よりはマシだ。少しでも早く大陸統一を果たすんだ。そうはさせないわ。ひっ、しつこい連中だぜ。力による統一に何の意味があるというのです。真の平和とは互いの信頼によって生まれるものです。確かにそうだ。だがそれではあまりにも時間がかかりすぎる。強力な一国による統治こそ平和への近道なんだ。我が帝国がこの大陸を全て見せよう。今やラングリッサ、そしてアルハザードも我々の手にある。この力を使えば大陸は統一される。戦争はなくなるのだ。ベルンハルト陛下ならばそれができる。いいえ、アルハザードは闇の剣。闇の力では平和は呼べません。平和が呼べるかどうかやってみなければわからん。何もせずに諦めているよりよほどマシだ。やはり分かってはもらえないようです。仕方ありません。全力で彼らを阻止するしかないでしょう。すでに魔剣アルハザードを持つ皇帝にラングリッサーが渡れば事態はより深刻になります。何としても彼らをゲートへ向かわせてはなりません。邪魔をさせるか。力ずくでもテートへ行ってみせる。エル、どうしても戦わなくてはならない。俺は少しでも早くこの戦乱の世を終わらせたいだけなんだ。戦わずに済むなら嫌だとは戦いたくない。お互いの望みは同じなのに、人は争い合うのでしょう。どうやらこれ以上話し合っても無駄のようですね。上等ね。返り討ちにしてやるわ。ここでの戦いに勝たなければもうラングリッサを取り返せないでしょう。最後まで望みを捨てず、全員が一丸となって立ち向かうのです。Thank you.
後がないようですね。やっぱりエルヴィンは強いわね。でも負けられないわ。そうです、帝国にアルハザードとラングリスターが揃うことは絶対に避けなければなりません。ラングリッサーの力は信頼のために使わねばなりません。それは本意ではありませんが、ラングリッサーを争いを起こす道具として使わせるわけにはいきません。最後まで望みは捨てずに全力を尽くしましょう。俺だってリアナとは戦いたくない。理想は同じでも俺たちでは方法が違うんだ。だから戦うしかない。リアナ、もう戦場には出てこないでくれ。どこか静かな村で戦争が終わるのを待っていてくれないか。さようなら、エルヴィン。あなたと戦うのは辛いけど、私は逃げたくはない。他人が傷つくくらいなら
時までには迷いは捨てておく。いやな。すまない。いやな。エルウィン。アマちゃんだね。そういう感情は戦場じゃ命取りだよ。その通りだ。だが人として当然の気持ちではあるがな。心を失えば我々はただの侵略者と何も変わらぬ。戦争に正義は存在しない。戦争などない方が良いのだ。しかし大陸さえ統一すれば戦乱の世に終止符が打てる。そのために我々は戦わねばならぬ。確かに戦争をなくすにはそれが一番手っ取り早い方法だろうぞ。覚悟はしていた。これ以上俺たちのような人を増やさないためにも誰かがやり遂げなければならないことだからな。そうだな。さあ帝都へ向かおう。陛下がお待ちだ。ああ、いつまでも悩んでいても仕方がないな。よし、みんな帝都へ向かうぞ。これは臆することはない。皆我が帝国の新しい英雄を一目見たがっているのだ。行くぞ。おらよ。あれが皇帝ベルンハルト。よくぞ無事戻った。この度の任務大儀であったな。もったいないお言葉。陛下の御ためならこの程度苦にもなりませぬ。それにエルウィンと申したな。そなたの話は聞いておる。今回の任務、主の働きが大きかったと聞いた。これからも我が帝国のために骨を折って。早速ではある。これからすぐ出撃してもらうこと。我が帝国についに両の剣が揃う。もうこれで何も恐れることはあるが、そこでいよいよ本格的な侵攻を行う。早期統一のためにの今回の任務、私も作戦に参加する。エグベルトまでが。そうだ、ここまで来た以上失敗は許されない。して進行目標は。目標はサルラス。各自遠征の準備が整い次第急ぎ出発せよ。ほほ。必ず吉報をもたらしてまいります。エルウィンよ、今回の任務、そなたに指揮を任せる。私に？これはエグベルトと決めたこと。そなたならば可能である。ラングリッサーも主に預けて、どうせ世には使えぬもの。また困ったことがあればエグベルトに聞くがよい。では頼む。わかりました。大陸統一のため全力を尽くしてみせましょう。そなたの働き期待しておるぞ。お任せを。陛下の夢
必ずや実現させてみせます。存分に働いてくるがよい。我ら帝国の強さを各国に分からせるのだ。そうすれば無駄な抵抗も減り、無益な戦いを仕掛けずに済む。はっ、では失礼します。やはり私の目は間違えていなかったようです。陛下ならば必ずや闇を滅ぼし大陸を統一できると信じております。闇の者どもの扱いはしばらく世に任せておけ。では頼んだぞ。御意。久々の戦いで腕が鳴りうる。